潜在意識はアクセル、潜在意識はブレーキ、この状態がマインドブロックです。でインスタとか SNS をどんどんやっていかなきゃ、でもちょっとなかなか難しいって言って、どっかで自分の中でマインドブロック働いてませんか？2つの意識を一致させることがマインドブロックを解除する方法になります。本日はプログラム11になります。今日は何をやっていくかと言いますと、この授業僕めちゃめちゃ大好きな授業です。本当に今日おすすめの授業なので、こちら使命学、潜在意識で脱マインドブロックっていうのをやっていきたいと思います。皆さん、このね、僕ね、潜在意識ってめちゃめちゃ大好きなんですよ。本当にね、これ本当に重要な授業で、皆さんがね、こう結構陥りがちな、なりたい自分になりたくてもなれないとか、目標がね、なかなか達成できないとか、本当にすごくね、日常的にもすごく大事なポイントをね、お伝えしていきます。例えばダイエットとか夢とか売上目標とか、まあ、いろんなね、目標とか夢とかね、なりたいものがあると思うんですけど、それに向けてね、やっぱりね、マインドブロックがあると本当にね、できなくなります。この動画を見ていただきますと、このマインドブロックを外して、本当にね、夢、目標、ゴールがどん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 近づいてきます。そして見事達成できるようになります。この動画では僕が実際に世界一になって、なりたい自分になれるまでの具体的な方法を交えて、そのマインドブロックをどう外していったか具体的にお伝えしておりますので、ぜひ最後までしっかり見てみてください。はい、ではやっていきましょう。潜在意識とは、潜在意識ですね。皆さん、この潜在意識とはどういうものか、これはね、僕の授業の中ではね、かなり何度も何度も出てきたので皆さんご存知かと思うんですが、潜在意識っていうのは過去の体験によって無意識に蓄積された習慣とか価値観とかマインドですね、意思とか思いとかね、思い込みとか、こういったものから作られていく自覚されていない意識のことを無意識と言います。自分では意識ね、してないんですけど、過去の自分の体験とか経験とかからどん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 積み重なって蓄積してね、できたものがこの無意識の部分ですね、潜在意識ということになります。で、顕在意識と潜在意識ってありますよね。顕在意識、潜在意識。この顕在意識と潜在意識を理解していくと、なんとなくわかります。はい、顕在意識っていうのは、意識できてる部分です。よくね、氷山のように例えられます。このね、フロイトがね、こうね、氷山に例えてこうやったと言われているんですが、このね、顕在意識、意識がこうできてる部分、生活の中でたったの 3% から 10% しかないと言われております。その他ほとんどが氷山の下にある海に隠れているこの無意識の部分、潜在意識のパワーを使ってやってます。 90% から 97% 無意識で皆さんこう生活してるんですよ。だってよく考えてみてください。皆さん歩く時に左足、右足、左足って意識して歩いてますか？おそらく皆さん歩くときって無意識で歩いてますよね。だから今までね、何億歩もね、歩いてきたと思うんですよ。一日毎日ね、歩いてきて。だからこそ意識しなくても歩けますよね。でも赤ちゃんの時って、初めて立って歩く時ってめちゃくちゃ意識したと思うんですよ。右足倒れるみたいな、危ないみたいな。自転車乗る時もそうですよね。補助輪外れる時にもうめっちゃこうやってチャリ乗って、こけないようにって意識してバランスをとって、こう体ねやって、めちゃくちゃ意識してたと思います。顕在意識でコントロールして、なんとかこうハンドルをって思ってたと思うんですけど、今皆さん自転車乗る時無意識でできますよね。まあ絶対やっちゃいけないですけど、片手運転とかスマートフォン見ながらでもできると思うんですよ。で、歩く時もね、スマートフォン見ながら歩いたりだとか、他のことを考えながら歩いたりできますよね。今日晩ご飯何食べようかなとか、今日テレビ何見ようかなとかって考えながら歩いたり、自転車乗ったり、あとはね、歯磨きしたり、髪の毛洗ったり、お風呂入ったりって意識してしなくても、こう体が自動的に動きますよね。で、その間なんか別のことを考えてますよね、顕在意識は。つまり人間ってこの行動とか意思決定とか、いろんなとこで潜在意識の影響を受けまくってます。これを知ってる人と知らない人でもうね、めちゃくちゃ変わってきます。成功してる人はもう確実にこの潜在意識のパワーを使ってます。もう間違いなく頭で考えてやってるわけじゃないんですよ。もう無意識で成功にどん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 近づいていってます。そうですよね、スポーツ選手だってこれ無意識でやってますよね。バット振るのなんて何回も何回もこう練習して、プロ野球選手なんかはバット何
万回、何十万回、何百万回、何億回振ったか分かんないですよね。そうすることによって無意識でバッと振れるようにしてから、まあね、あとは細かい顕在意識で考えながらもちろんやってるかもしれないですけど、体がこう反応するように無意識のレベルでやってますよね。この間ね、那須川天心のね、YouTube かな、那須川天心が言ってたんですけど、やっぱ意識してこう何かパンチきたなって意識してから動いてたら、やっぱり0コンマ何秒遅れてしまうらしいんですよね。そうするとやられてしまうから、練習の時にもう何度も何度も何度も練習をして積み重ねて、もうどんな攻撃が来たらもう体が自動的にこう動くようにね、わかんないですよ、僕格闘家じゃないんでわかんないですけど、相手がどう動いたら体が反射的に動くようにして、誰よりも早くカウンターを当てたりとか、誰よりも早く考えずに体が動いちゃう状態に持っていく、つまり潜在意識で格闘技をしてる、スポーツをしてるっていう形になります。つまり潜在意識をしっかりコントロールできた人が一流のアスリートになっていくということですね。なので成功してる人はこの潜在意識を使いまくってます。じゃあこの潜在意識をどう使うかっていうところをね、皆様に今日はお伝えしていくんですが、その前に今日のねタイトルでもあったマインドブロックっていうところもやっていきたいと思います。マインドブロックですね。マインドブロック、皆さんマインドブロックって聞いたことありますよね。マインドブロックとは自分で自分に制限をかけてる、まあリミットを設けちゃって自分が自分に対して制限してる、ここまでしかできないよとかリミットだよっていう形で、何かねやりたいことあった時もブレーキかけちゃってる、ブロックしちゃってる、制限してリミットをかけちゃってるっていう状態がこのマインドブロックがある状態です。マインドブロックですね、どういうことかというと、意識できてるところでは世界一のセラピストになりたいって意識してるんですけど、潜在意識、意識できてないところで世界一なんてね難しいよ、そんな世界一なんてなかなか普通の人じゃなれないよ、僕にはできないよって言ってブレーキを踏んでる状態。つまりどういうことかというと、顕在意識はアクセル、潜在意識はブレーキ、この状態がマインドブロックです。つまりアクセルとブレーキを両方踏んでる状態ですね。これどうなると思います？マインドブロックが働いてる状態って、アクセルとブレーキを両方踏んでる状態、顕在意識では行くぞ、潜在意識ではいや無理だってなってる状態です。そうすると2つの矛盾です。アクセルとブレーキを両方踏むとどうなるかというと、燃え尽きちゃってしまってエンスト起こしてしまいます。だって行こうと思ってるけど自分で制限して無理ってやってるんですよ。頭では行こう、いやでも無理みたいな感じで、どっかでね矛盾が起きちゃってて、ね、行こう行こうって頭では思ってるけど実際行動できなかったり、途中で諦めちゃったり、どっか心ではね、自分の中で言い訳して、いや世界大会あるけど今年はちょっとなんとか忙しいからとかって言ってね、諦めて言い訳をして挑戦しなかったりする状態ですね。これがねマインドブロックがある状態です。これはねやっぱりね人間の本質的なところにもあります。まず人間っていうのは変化を恐れる生き物です。これね頭の中に入れておくといいです。本当にね人間って変化を恐れます。もう変わらない安心を選択するように本能的にできてます。変わるのを恐れるっていう生き物です。まあね人間って心地いいんですよ、変わらない時って。だって楽じゃないですか、変に意識しなくていいから。変わる時ってめちゃくちゃ大変なんですよ、意識しなくちゃいけないから。もうね本当にこう何が来るか分かんないし、想像ができないし、新しいことをやると怖いんじゃないかって言ってね、こう、まあ防衛本能の一つなんですけど、このねコンフォートゾーンって言われる快適なねゾーンがあるんですよ。自分でこう快適なこのコンフォートゾーンっていうね居心地のいい場所っていうのがあって、そこから離れたくないんですよ人間って。だって新しいことを始めると大変じゃないですか、学ばなくちゃいけない、勉強しなくちゃいけない、トラブルがあるかもしれない、怖いですよね。だから今の場所にいることをね人間って望むようにできてます。ただ昔なら良かったですよ、昔みたいに時代の流れが緩やかな時代だったら今のね場所に居続けることってすごく大事だと思うんですけど、快適ですしね楽ですし、年功序列でね今の仕事やってればお給料が上がってったりだとか、今のことを続けていけばね、なんとなく時代の変化がね遅い時って大丈夫だったんですよ。でも時代の流れが早い時っていうのは変化しないと淘汰されていくんですよ。これはねもうね変化しないと絶滅させられます。まあ、どういうことかというと、まあこれね、ダーウィンの進化論とかでもよく言われますよね。ダーウィンの進化論というのは、進化して変化をし続けた動物が生き残るってやつですよね。変化し続けた、生物が結局は強い、生き残る
ね、今も生きている。つまり人間っていうのは変化をし続けて、ね、寒いとこにも住める、暑いとこにも住める、ね、今なら、ね、宇宙空間にも住めちゃうかもしれないですよね。まあ、いろんなところで、ね、変化成長してどん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 進化していったっていうのがこう人間で、だから人間って今生き残ってます。変化に強いからです。変化に適応する能力があるから今生き残ってるんですが、変化に適応しなかった生物はどんどん淘汰されて絶滅していってます。これは会社もそうなんです。つまり例えば、黒電話の時代から今ね 5G の時代ですよね。スマートフォンが普及してこの 5G が今普及してます。まあね、僕もね今 5G です。はい、 5G をね、駅前に行けば、渋谷の駅前に行けばね、ビュン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 飛んでます。まだね、うちは 5G が飛んでこないんですけど、まあ、渋谷区なのでね、まあ、いずれね、すぐね、飛んでくると思うんですけど、まあ、こういった時代がね、どん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 スピード感を増して、こう変わってくる。ね、黒電話からね、普通の電話になって、そっから、でっかいこうね、携帯電話といわゆるもうなんかこう、こんな重いやつを持った時代があって、そっから PHS とかポケベルができてきて、で、そっからガラケーができて、スマートフォン、そしてね、今だったら通信の規格ね、5G っていうのも出てきたりだとか、ものすごい速度で時代は流れてます。新しい技術もどん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 生まれてくるようになりました。めちゃくちゃ時代が早く動いてる時に、今 PHS とかガラケー持ってる人ってほとんどいないですよね。でもね、スマートフォンが出たての頃はまだね、俺はガラケーでいいよって言ってね、ガラケーを使ってる人もね多かったです。 LINE もね、やらない、もう LINE なんてやんないよってやってる人も多かったんですけど、今ほとんどの人がやってますよね。 LINE やってないと連絡がね、みんなスムーズに取れなくなるから、どん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 孤立しちゃうんですよ、社会から。本当にね、淘汰されていきます。なので変化しないといけなくなってるっていうのが今の現在です。だからこそ変化をしたいんだけど、変化をね、ブロックする、どっかでね、マインドブロックが起きて変化するのをね、こう嫌ってしまうっていう、こうね、もったいない矛盾が起きてるんですよ。アクセル変わらなきゃって頭で分かってるんですよ。時代についていかなきゃって分かってるんですけど、 YouTube やらなきゃって思ってる人今何人いますか？これ見てる人、 YouTube やらなきゃでも苦手だしなとかね、ブログ書かなきゃね、インスタとか SNS をどんどんやっていかなきゃ、でもちょっとなかなか難しいって言って、どっかで自分の中でマインドブロック働いてませんか？これがですね、起きてしまうから、時代についていこうとするけど、どっかでブロックしちゃってて、まだ苦手だし、ね、ネット苦手だし、SNS 苦手だし、動画編集まだわかんないしって言ってね、なかなかついていけない人って多いんですよ。でもね、ものすごい勢いで変わってる中で、早めに買われてたら、めちゃくちゃお得なんですよ。めちゃくちゃね、先行者利益も得ることができるし、今ね、まだまだポジションが空いてるので、どん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 ね、いいポジションを取れたりします。ぜひですね、そのブロックを外して、アクセルとブレーキ両方踏むんじゃなくて、もうアクセルとアクセル、もうアクセルベタ踏み、もう両足でアクセル踏んで、レッツゴーって言ってね、ゴン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 ね、前に進んでいくっていうのがね、今の時代にはめちゃめちゃ必要になってきます。はい。なので、大事なのは、脱マインドブロックなんですよ。マインドブロックをどうやって解除するか。脱マインドブロックです。もうマインドブロックの解除の方法ですね。これを皆様にお伝えしていきます。マインドブロックを解除するにはこれです。顕在意識を明確化させます。自分で意識できているところですね、顕在意識を明確にして、こういう風になりたいんだっていうのを明確化して、潜在意識、マインドブロックになっているブレーキを踏んでいるこのね、氷山のね、こう埋もれている部分、無意識の部分を書き換えていくんですよ。この潜在意識の書き換えがめちゃめちゃ大事。そして2つの意識を一致させます。もう頭でも GO ね、潜在意識、無意識でも GO なんですよ。こう潜在意識でも変わらなきゃね、世界一のセラピストになりたい、潜在意識も俺ならなれるってなってる状態って、もうアクセルアクセルで潜在意識も無意識でもどん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 前に進んで、世界一っていうのがどんどん近づいてくれます。なのでこの2つの意識を一致させることがマインドブロックを解除する方法になります。で、皆さんね、実は、はい、顕在意識の明確化はもうすでに皆さんやっております。思い出してください。今から10週間前、ね、懐かしいですね、10週間前、70日間前かな、これです。成功マインド、世界一の目標を叶えた無意識に目標を達成する方法、プログラム2です。皆さん、
皆さんプログラム2覚えてますか？もう久しぶりすぎてねちょっと忘れてるかもしれないですが、ちょっとねここで一度プログラム2思い出してみましょう。もしねちょっとねあんまり覚えてないなと思ったら一度ね止めていただいてプログラム2見直してください。ぜひですね見直していただければと思います。そしてこれです。プログラム2のね、ちょっとね、抜粋してきました。なりたい自分になるための目標設定っていうところでありました。目標設定、ゴールを定めるのはすごく大事ですよ、とか、ね、そのための代償を決めましょう、とか、ね、期限も決めましょう、とかでね、やりましたよね。目標を紙に書くってめっちゃ大事ですよ、っていうのをね、皆様にお伝えしました。大切なのは目標を明確に決めて、紙に書いてシェアしていくこと。これがね、すごく大事だっていうのをお伝えしましたよね。皆さんからね、実は LINE で、こう、目標私こういうの定めましたって言って届くんですよ。でこれねめちゃくちゃ嬉しいです。送ってくださった方本当にありがとうございます。ちょっとねなかなかちょっとバタバタして返信ができてなかったりする部分もあるんですけど、僕目を通してますからね、ちゃんと見てますから、皆様の目標ねしっかりこう見させていただいて応援してます。そしてこのシェアすることって本当に大事です。これホームワーク皆さん書いてみようっていうのをお伝えしましたよね。で、その時に見える場所に貼った方がいいですよってお伝えしたの覚えてますか？僕が世界一のセラピストになりたいって目標を書いて、それね、寝る時のね、ベッドの横の壁にバーンって貼ってあったっていうのをね、お伝えしましたよね。もしちょっとね、思い出せない場合はもう一回見てみてください。そして、その時に書いたメモ帳もしくは貼ってある紙、何かその時に書いてもらったと思うので、書いたやつをもう一度今見返してみてください。今あなたはマインドブロックでその目標に向けて足踏みしてませんか？これをね、今このタイミングでちょっとね、考えてもらいたいです。ちょうどね、10週間経ってプログラムね、11になりました。マインドブロック起きてませんか？最初の頃はモチベーション高くてこうね、どんどん前に進もうと思ってやってたけど、ちょっとね、今の時期ね、こういろいろあったりだとか、なかなか動けなくて、どっかで目標をね、定めたはいいけど、なかなか習慣化にできなかったっていう人多くないですかね。僕はせっかくねこのセラピストオンラインアカデミー TOA に入っていただいたからにはやっぱりね皆様に本当に成功してもらいたいです。本当にね変わるんですよ。僕がね世界一になったのも本当にね、こういったのマインドブロックも解除したからなんですね。成功していただきたいので今一度ちょっとね戻ってもらって目標を見直してみてください。そして今からその目標に向けてブロックがあるかどうか、そのブロックをねどうやったら解除できるかっていうところをお伝えしていきます。前回の目標プログラム2の目標を見ていってください。うちのプログラムでは単発の講座が点々点ってあるわけじゃなくて全部がつながってます。点と点をねつないでいきます。そして線にしてその後線と線をねつないでね円にしてこうねぐる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 回るようにしております。なので本当にねしっかりこのねプログラムをやっていただくと絶対成功できますので本当に自信持って言えますのでぜひ皆さんついてきてください。はい、じゃあブロックあるなって感じた人、なんか目標に対してなかなか進めてないなとか、ちょっと目標すらちょっと忘れてたっていう人はねちょっとやばいです。しっかり目に見えるところで貼っといてください。はい、でここでお伝えする僕が実際に実践して世界一になれた潜在意識を書き換える5つの方法です。この5つの方法を皆様にお伝えします。これ本当にね僕がやって実際に世界一になってなりたい自分になってね、セラピストオンラインアカデミーもね今ね100人何百人ってねこう受けてくださってる、本当にねありがたいんですけど、やっぱりこのね5つの方法で僕はなりたい自分になれました。なのでこの5つの方法を皆様にお伝えしていきます。ぜひ皆さんやってみてください。はい、それがこちらです。